愛媛県松山市。朝8時半、鏡に向かって身支度をしているのが今回の主人公、岡林義行さん、キャリア2年目の新米弁護士です。服装はいつも落ち着いたスーツ。弁護士は第一印象で依頼人に安心感を与えないとダメなんですって。そのために必要なのがこのメガネ。メガネは視力あるんですか？いや、全く問題はないんですけど、まあ、伊達として使ってるんで、で、その依頼者とか相談者によっては、まあ、外見で判断して、まあ、若造に意見、いろいろ意見言われたくないとか、そういった方もまあおられると思うんで、まあ、ちょっと落ち着いた感じを出すためにこういったのをかけてます。そして最後の仕上げが金色に輝く弁護士バッジ。いざ出陣です。岡林義行29歳、戦いの場は法廷。依頼人を守るため全力を尽くします。通勤は自転車。向かうのは松山市の中心部にある法律事務所です。岡林さんの事務所は民事事件、刑事事件などあらゆるケースを扱っています。ありがとうございます。ここで働く弁護士は岡林さんを含め2人だけ。2人で1年間に150件もの事件を扱っているんですって。こちらがもう一人の弁護士で事務所の所長、菰田信夫さん。先生、菰田さんはこの道30年のベテラン。県内でも人権派の弁護士として知られています。おや、菰田さんの弁護士バッジ、岡林さんのものと色が違いますね。ですね、これはあの素材は銀で、使ってるうちに金メッキが剥げて地金の、銀が出てくるんですね。年数の違いが出てるのかなと思いますけど。ああ、はい。まあ、新米に見られたくない人は、歯ブラシにあの磨き粉つけてですね、これ磨いたりするんですけど、はい、やっぱり小林さんもじゃあ、いや、まあ、新米は新米の時点で、あるべき姿だと思ってますんで、あのその時々 の、 あの状況を弁護士バッジが反映してくれてると思ってますんで、特にいじることもなくこのまま行こうと思います。はい。この日、岡林さんのもとに一人の相談者が訪れました。いろいろ書かれてますね。はい、岡林と言います。岡林さん、はい。この女性は飲食店の経営者。店の改装を業者に頼んだところ、工事の後椅子が壊れ大変なことになったと言います。あのフランスのアンティックとかドイツのアンティックの椅子を使ってるんですけど、はい、うん、この椅子を椅子屋さんにリメイクに出して、うん、丈夫なカウンターの椅子をリメイクしてもらおうって、で、ここはお金ケチるところはないよって、うん、もちろん分かってますってことで、はいはい、彼に椅子を預けてたんですよ、うん、やっと出来上がってきたんですよ、うん、そして椅子を使ってたんですけど、うん、3日後にお客さんが座ってる時にその椅子が崩れ落ちて、うん、お客さん腰打って、はいはい、みんな病院とか行ってるんですけど、うん、で、椅子屋さん呼べいうことになるじゃないですか、はいはい、とんでもないって言ったら、うん、いや、椅子屋の主人は捕まらんのでって言うんですよ。で、じゃあ私が連絡つけるから、はい、電話もくれって言ったら、はい、すいません、自分が作りましたって言ったんですよ。その本来ならリメイクとして別の業者にやってもらうところを勝手にやっちゃったから、自分がために、事の経緯を一気に話す女性。大事なお客さんに怪我をさせたことで少し興奮気味に岡林さんに訴えました。岡林さんは親身に答えながらも感情に流されることなく状況をつかんでいきます。じゃあまた後ほど。はい、はいはい、どうも、ありがとうございました。
冷静な形で事実を全て引き出すのが一番最初の、役割だとは思いますね。事実をやっぱり、ないがしろにしているとその真相も見えてこないですから、やはり聞き取り能力っていうのがまず一番最初に要求されるのかなと思います。はい、岡林さん、実際に女性の店を訪れます。こうして弁護士が現場に足を運ぶのは珍しいことではありません。自分の目で確かめることが大事なんだそうです。ちょっと一回椅子見せてもらっていいですか？お客さんが怪我をしたという椅子が折れた時のままに保管されていました。取り出したのはデジタルカメラ。問題の椅子を撮影します。今後裁判に発展した場合に必要になるかもしれないからです。さらに業者が持ってきた工事材料費の領収書もチェックします。調べていくと改装工事と関係のないものが含まれていることが分かりました。マンモビジネスもらったけれども、実際まともな工事をするつもりが全くなく、こういった領収書を見せることによって安心させて、結局はそういった改装工事を全くちゃんとしたものをしていないと。でちゃんとされた部分とかもあるんですか？でも私が仕事なんで、実際に使いよって今日カウントが崩れるかもしれないっていう不安はありますよね。ちゃんとやったって言ってる工事のところが本当に金額としていくらぐらいかかる工事で、で実際それがちゃんと行われてるかどうかっていうところをちゃんとチェックしてもらって、別の業者さんで。岡林さんは適切な工事が行われたのか別の業者に調べてもらうことを勧めました。女性の主張を裏付けるには今後何が必要なのかなどを分かりやすく説明していきます。やっぱり法律のプロの人なので、すごいクリアですね。こっちの質問とか、これが法的に有効だとか、そういったのをスパスパッと目の前で判断して言い切ってくれるので、こちらとしてものすごい安心できました。事務所に戻ると今度はパソコンに向かい、自分なりに争点を整理していきます。明らかな手抜き工事があったことを証明できるのなら、民事裁判で損害賠償を求めることができます。不正な領収書などを使って女性を騙したのであれば、詐欺として刑事告訴することも考えられます。しかし大事なのは、依頼人がどういう解決法を望んでいるかということです。依頼人の悩みを一手に引き受ける弁護士の仕事、ストレスはたまりませんか？寝ようと思ってもその事件のことが気になって、眠れなかったり、朝起きた瞬間にもう仕事のこと、事件のことを考えてたり、ストレスというか、そういったやっぱり夜も考えて、夜も事件のことを考えて、本当にその人のために、どれだけのベストを尽くせるか、本当に、そういったことを考えるのが弁護士の仕事だと思うので、それをストレスに感じていたら多分将来やっていけないと思いますね。幼い頃から成績優秀だった岡林さん、しかし将来これになりたいという夢はありませんでした。大学受験の時も就職で潰しが効くからという親の勧めで法学部を受験します。ストレートで合格。その後は周りが司法試験を目指しているのを見て、とりあえず受けてみることにしました。やっぱり挑戦したいっていうところもあったかもしれないですね。その日本で一番難しい国家試験と呼ばれている試験に自分がどこまで
通用するのかと、それで試してみたいというチャレンジ精神みたいなところもあったかもしれないです。しかし当時司法試験の合格率は 3% 以下、甘いものではありませんでした。3年連続で不合格。その悔しさをバネに毎日8時間以上勉強を続けました。本当に先が読めないという精神的なしんどさはありましたね。でやはり勉強の量も半端じゃなく多いん で実際その胃潰瘍とかにもなって、で血をドバッと吐いてもう死んだなと思った時もあったんですけど、おそらくストレスで。そして2004年、4度目のチャレンジで合格。司法試験にパスすると裁判官、検察官、弁護士の3つから進路を選ぶことになります。1年半の研修の間に裁判所や法律事務所などそれぞれの職場で実習し、どれを選ぶかを決めるのです。岡林さん、なぜ弁護士を選んだんですか？人と接するのはすごい好きですね。これ楽しいですからね。そういった人と接する機会が多いのも、やはりその裁判官、検察官、弁護士の中では弁護士が一番多いと思いますね。今司法制度は大きく変わろうとしています。土地問題や金銭トラブルなど民事訴訟の数は年々増加。しかしそれに対する弁護士の数が不足しているのです。そのため国は現在2万5000人いる弁護士を平成30年までに倍に増やそうと考えています。来年からは裁判員制度もスタートします。この制度ではくじで選ばれた6人の市民が裁判員となって刑事事件の裁判に参加するのです。これによって弁護士は新しい資質を求められます。一般の人にも分かりやすく説明する能力です。裁判では事件の説明に図を使うことも考えられています。弁護士にはより高いプレゼンテーション力が必要になってきます。じゃあ行ってきます。はい。この日岡林さんが出かけたのは市役所。月に一度岡林さんは出張で法律相談を受けています。市民の中には離婚や相続、交通事故などのトラブルで悩んでいる人は大勢います。裁判などに訴えるべきか迷っている人にとって出張相談なら気軽だと多くの相談者が訪れます。こうした出張相談をきっかけに岡林さんが最近解決にこぎつけたケースがあります。それはスーパーマーケットで起きた事故でした。ある女性が買い物中、店員の押す台車がぶつかりアキレス腱に怪我を負ったのです。女性はそれから3年間病院通いの日々が続きました。どうぞ、今日はありがとうございます。この事故に遭った宇都宮久子さんです。いいとんでもないです。どうぞ、はい、はい、怪我をした当時は痛みのため買い物に出かけることも掃除や洗濯などの家事もままなりませんでした。しかしスーパー側の対応は宇都宮さん自身が治療費をもらいに来ない限りは払わないという不誠実なもの。宇都宮さんはずっと悩み続けていました。素人ですので不安いっぱいあって、ね、はい、どうしようかと、まあ、そればっかしをこう悶々と思ってて、はい、岡林さんは話し合いで解決する示談を提案しました。裁判ほど大掛かりではなく
依頼人の負担はぐっと軽くなるからです。スーパーに対して宇都宮さんが足の怪我で仕事をしたくてもできないことや精神的苦痛を受けていることを主張し、損害賠償金の支払いを求めました。交渉は成功。宇都宮さんはスーパーから3年分の損害賠償金を払ってもらえることになったのです。精神的なものにはこれストレスって大きいでしょう。だからまあ私これはね本当にね正月ですっきりしたいの、これ身も心も言うの、これ本当です。はい、だからなんかこう前向きにこれからくよくすると生きていこうとかいうそういうな気持ち、先生のおかげです。本当これはねお世辞じゃなくて正直、はい。笑顔を取り戻した宇都宮さん、金銭的な解決と同時に依頼人の心のトラブルを見事解決したケースでした。しかしそんな岡林さんにも力が及ばなかった事件があります。それは一つの弁当をめぐる窃盗事件。刑務所を出たばかりの男性がスーパーで500円の弁当を盗んだというものです。男性は窃盗の常習犯。逮捕後弁護人となった岡林さんは男性と会い、なぜ盗んだのかを聞きました。事件当時男性は更生を目指し就職などを支援する保護観察所を訪れました。しかし相手にしてもらえなかったといいます。ホームレスでお金がなく空腹に耐えきれず弁当に手を出してしまったと語りました。会う前はただの常習犯だと思っていた岡林さんでしたが、その話を聞いて考えを変えました。働くこともできずその日を生きるために食べ物を盗んだ男性、本当にこれは刑事罰に問われるべきなのだろうか。その時に頭に浮かんだのが過罰的違法性の理論、処罰に値するほどの犯罪ではないという解釈です。生きるために仕方なくわずかな食べ物を盗んだだけなのだから罰には値しないと考えたのです。事件から1ヶ月、裁判が開かれました。事実関係は各証拠により証明十分であります。検察官は被告人が窃盗の常習犯であることを指摘し、情状酌量の余地はないことを主張、懲役1年を求刑しました。被告人には盗みの前科が多数あり。それでは弁護人、弁論をどうぞ。はい。被告人は出所後何度も保護観察所を訪ね保護を求めましたが、それを拒絶され続けました。そのためやむを得ず飢えをしのぐためにわずか500円の弁当一つを盗んだものであり、その違法性は極めて低いと言えます。裁判官。岡林さんは過罰的違法性の理論を展開、つまり刑罰には値しないと主張しました。そして被告人にもう一度チャンスを与えてほしいと訴えます。以上の事情をぜひ汲み取っていただき、無罪の判決を下されたく弁論する次第であります。しかし半月後に下った判決は懲役10ヶ月の実刑。休刑より2ヶ月は減らせたものの、岡林さんの主張は通りませんでした。自分では正当だと考えていても弁護しきれない現実にぶつかったのです。二度と犯罪を行わないような環境に整えてあげること、それが弁護士の仕事だと思ってでそういう活動をしてたんですけれども、結局はそれが叶わずに、有罪判決になって、
でそういった意味では弁護としては本当に、ま、納得のいけるような満足のいくような弁護活動ができなかったと、そういった意味でもどかしさを感じましたね。自分の限界を思い知った岡林さんに去年秋一通の手紙が届きました。刑務所に服役しているあの男性からです。温情ある弁護ありがとうございましたとだけ記されていました。その接見とか裁判を通じて、まあ、この方の、まあ、性格とか、まあ、いろいろ見てきたんですけれども、まあ、手紙を書くような人では全然ないんですね。で、本当に心を込めて、書いてくれたのが一行だったと。本当に重い、意味を持つ手紙だと思います。弁護士としてベストを尽くすことは決して無駄ではないと教えてくれた一行でした。本当に、職が人を作るというところがあって、今弁護士になった今、思っていることは本当に一つ一つの事件を、しっかりとこなしていって、で、依頼者から満足を、依頼者に喜んでもらえるような仕事をしていくことが、自分の職責だと思ってますし、それが今後自分の生きがいになるとは思ってます、はい。弁護士歴2年岡林義行、金色のバッジがいぶし銀に変わるその日まで依頼人の心に寄り添います。そうですね、先生と呼ばれることには未だに違和感は感じてますね。そうですね、おかちとか呼んでくれたらいいかもしれないです。平成18年度から新司法試験が始まり、法科大学院を修了した人に受験資格が与えられることになりました。これによって合格率は上がっています。合格後はおよそ1年の司法修習と卒業試験を経て弁護士資格を取得します。給料は所属する事務所などによって異なりますが、一般的に初任給は年収およそ600万円です。